私も挨拶中めちゃうれい感じ。じゃじゃじゃん、今ちょっと初めて日暮里まで来ております。ある人をちょっと会いに来てみたいと思います。よくしよう、赤坂駅まで来ております。いやー、なんか落ち着く。うわー、え、あれ何、美味しそう。ここ駅前なんですけど、うわー、あ、うわー、桜梅ちゃん、おー、いやー嬉しいわ。じゃあ皆さんこんにちは、3分です。最近ちょっとハマったドラマがあるんですけど、なんとそれは昨日夜寝る前にまたドラマを見てたんですけど、まあそこはどこだろうと思ってて、もう調べてみたんですけど、柴又まで来ております。エピタイザーちょっと食べてから行ってみたいと思います。焼きそばと今川焼きのお店らしい。他焼きそば美味しそう。ララララ、あ、嬉しい嬉しいわ。なんか今川焼き今お持ち帰りして食べるところを今探してるんですけど、なんか早くいろいろ見たい。ベンチある、今川焼きうまそう。いただきます。うん、うまっ。あんこ入ってる、あっ、くっ、うーん、やっぱあんこ最高やな。うーん、いろいろ見てみたいと思います。この先すぐ、行ってみましょう。サバ、お寿司美味しそう。でもいろいろ見た後、ダンダダン、わあ、ここになんかおしゃれな感じのデザート屋さんがある。うわぁ、何ここ、ほら見て、うわぁ、何、めっちゃ嬉しい感じ。うわぁ、もしトラさんですか。え、転倒する恐れがあります。うわぁ、懐かしいな、この雰囲気。駄菓子屋さんだ。来たので駄菓子買おう。本当にいろんな駄菓子ある。うわ、なんか今回は見たことない駄菓子をちょっと買ってみます。これ何、きびたんご、きびたんご、本当にいろいろ。うわ、これ何、ラムネの、これも買おう。なんか初めて見た駄菓子とかもたくさんある。うわ、お金がたまる、チューしたくなる。何これ、何これ、なんでないだろう、チューしたくなる、これか。ソース全部、どうやってするんだろう。料金を入れてください。これは何、これやってみよう。何これ、うわ、これか、お願い、分からんけど、
白いタレだよね。あ、これ買って練習しないと。うん。今なんかこれ美味しかった。じゃじゃじゃん。なんか嬉しい。あ、買いました。これから行ってみたいと思います。あ、なんか落ち着く雰囲気。ララ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 ラ、なんか気分がいい。なんか嬉しい。何これ、お祭りですか。わあ、わあ、天ぷら屋さんか、美味しそう。ここがメイン通りみたい。ラララララ、わあ、なんか焼き団子のお店がたくさんたくさん。と見るとかき氷とか。わあ、この店なんか良さそう。いいな。ああ、これからいろいろ見てみたいと思います。なんか昭和の雰囲気のお店。そば屋か、ここ。そば、そば、あ、そばも美味しそう。ああ、こういう、これなんか、わあ、どっかで見たことある。うわあ、うわあ、ちょっと箸とか買いたいな。箸、なんか雰囲気が、うわあ、綺麗。うわあ、綺麗やな。ああ、そうやって挨拶するんですよね。おお、私も挨拶。おお、おお、へえ、わあ、綺麗。わあ、本当にいい空気。本当にいいな。トラさんがよく来てた場所ですよね。トラさん、お焚き上げ買おうか。学校来たので、お願いします、お願いします。私実はおみくじ初めて、あ、ここの中に入ってるんだ、おみくじ。おかみさま、私のうの、いいうの、おかみさま、おかみさま、はい、初めてのおみくじ。皆さん、私の運はどうですか。言われ思い出をろしてみよう。これいい運ですか、どうですか。わからないんですけど、多分あそこでおみおくじはここへって書いてあるので、あそこへ、これを私のおみおくじ。どうすればいいんだろう、みんな。あー、トラさんもこれをやってたのかな。見始めたばかりなのであんまわからないんですけど、他の方を見るとこうやって、これを、あ、これか、できました。え、これは記念で持って行きたいんですけど、記念。そこ中に人いますか。音がします。わあ、いつ見てもこういう日本の、お、あ、お寺、お寺は綺麗、綺麗ですよね。うわ、あれは何、あ、100円、あ、10円を入れるんだ。あのお兄さんが10円を入れました。え、入れてもいい、
ここでは何を、ああ手を洗う、なんかさっきから見てたんですけど、こういう箱、こういうのが多いですよね。ここにもあるし、うん、うわ見て、あ、すいません、あ、すいません、はい